ね、家ですよね、家です、うん、ここでネットフリックス見るだけですから、ね、ジャグジーいいよね。先生、今日は何をするんですか？今日はね、クルーザーをね、今探してて、夏に向けてクルーザーを見に行きます。場合によっていいのがあったらもう押さえちゃおうかと思ってるんですけど、なんかね、前からクルーザー買え買え言われてたんだけど、自分には必要ないかなと思ってたんだけど、まあクルーザーをクルーザーとして見たときいらないんだけど、僕その生活の拠点として海に住むって考えたらめちゃ便利やなと思って。先生が海に住むんですか？すぐ引っ越せるじゃん、マリーナからマリーナにね。まあ大阪のマリーナに置いといたらそこに住めるし、そこが飽きたなと思ったら広島に住んだり沖縄に住んだりっていうのは、僕のクリニック全国展開で全部にねあるんで、今年の夏はそこをこう点々としながらね、ライブ配信していこうかなと思ってるんですけどね。海が好きなんでね、もう今年で50になったんで、ちょっと仕事もシフトダウンしながらね、本当に自分のやりたいことに集中していこうと。あれじゃない？あのなんか観音様のところに、すごいなぁ、船というより空母やん、もうあるじゃないですか。ちょっとこれ見てみよう。これまあ3億円ぐらいだからストラディバリウスよりは安い。プリウスの上と申します。お願いします。どこ置いてください。はい、水路とかあって、まあ、ここの、うん、台湾ですか？そうです、台湾。台湾でかい船作ってますもんね。作ってますね。いいじゃないですか。ちょっとオーナーさんの私物あるんですけど、はい、すいません。ちょうど淡路島とか行くのにはちょうどいいんじゃないですか？そうですね。もう住みたいな。ここはゲスト、ゲストの方。丸見えじゃないですか。あ、いや、ちゃんと、まあ、ちゃんとプライベートはこう、なんか市販の時はこう。なんか知らないよ。で、そちらがブルーの方の。ブルーの、ブルー部屋。こちらが、ボードの部屋です。綺麗な海でしたらね、ちょっと気持ちいいんですけど、境はちょっと高いんで。まあでもいいですね。いやいやいや。ありがとうございます。すごい。ちょうどいい大きさじゃない？ちょうどいいってか。めちゃくちゃ。めちゃくちゃでかいけど。家ですよね。家です。いや。ちょっとワイワイ皆さんでするんですから。ねえ、こう。マリンジェットちっちゃいやつ、ちょっと待って、バーベキューがあったり、電気のあれですか、冷蔵庫があったり、ここがジャグジーです。うわー、ジャグジーだ。台湾出港して奄美大島とか屋久島とか沖縄とかずっとお母さんと一緒に行ってたんですけど、はい、ここでこう座って飲みながら、ここで水着のジャグここでのお酒の、むちゃくちゃ気持ちいいですよ、これ。南オンに水着のギャルが必要やから。それは浮いてないから。一番高いです。水着のギャルが一番高い。ここの造船所ホライズンっていうのはもう、はい、世界トップレベル、多分すごいな。いやー、いいわ。新しいんで。思ったよりいい。ありがとうございます。始めた。狭いやん。狭くない、あれ狭くない、これ大きくねなんですよ。ちょっとあれ見たら狭いよね。まんまと包帯のまま撮影に乗ってます。
まあまあまあ、シングルベッドですね。寝れないことはないけどね。確かに。まあ、一人で寝るからな。これいくらなんですか？大体今、お客さん売ってくれてるのは1億前後です。一気に安くなったよ。新手ですか、これ。新手ですね。このショートが出すんですか。ああ、いいですね。スクの感じだね。いいですね。ここでネットフリックス見るだけでさ。でね。そうそう。これ、新店やここに引っ越すわ。こっちはおいくらなんですか？ないね。でもなんか言ったら僕なんですけど、はい、1億5000円はい。マジ？マジです。もうね、あの、はよってくれっていう感じなんです。もともと3億ぐらいするんです。またすごいセールストーク入ったよ。違う本当に今あのホライズンで売ってますから。このバーベキューってすごいできるじゃん。そうですね、取ってきた魚ここに生かして、はい、で、ここでさばいたり。すごい、イケスがあるんだ。はい、なかなかわーわーっとみんなで遊ぶんやったら面白い。うん、絶対いいやこれ。あのジャグジーはちょっとなかなか日本にも。ちゃんとお湯さえ出ればね。ジャグジーいいよね。あんまりね。今日一番響いてますねジャグジーが。でもジャグジーつけなかったら。2億円安くなるわ。2億ってやっぱ大きいもん。いや、そう、もうめちゃめちゃ大きいですよ、ね、めっちゃ悩むね。ありがとうございます。でもあれが1億5000って聞いたらすごいあれが得なように見えてきた。これで十分じゃ十分ですよ。いろいろ考えるとこれぐらいのクラス最悪売ろうとしてもあれだから買う人見つからないよ。ひよってない。いや、ゆかくんどこでもマリーナ置けますし。ひよってるね。日本の考えると、まあそのゆかくん独感やばいっす。一緒に誰も使ってないもんね。 それがやっぱすごってなったら先生やっぱちょうどいいかもしらへんな、入門編として。船の中ではちっちゃいよ。でかいっす。ここに船の名前を。これついてないですもんね。ドクター A っていうか。ああ。でかいね。うん。